遠慮なくオーバーでできそうだしな。ああその通りだ、ちょうどいいぜ。ここでな、火影のチャクラをたどってきたか。しかし間の悪いやつだ。あと数分遅れてきていれば、無駄な戦いをせずにそいつを連れてすんなり脱出できたもん。まだ戦ってんだろ。今すぐ行って加勢すれば有利に戦える。誰が息子だてめえなんてよ。笑わせてくれる。今まで散々辛い思いをしてきたろう。なんでだ。最悪の場合はな。だがその心配は当分ねえはずだ。私としたことが。七代目はいつになったら分かってくれるんでしょう。そう、ここまでは兜がもたらした情報として知っている。生贄を持ってねえからな。いい加減にしろよ。どいつもこいつも